テドラドラクマは日本の競争馬。主なカチクラは2018年のクイーンカップ。場名の意味は古代イギリシャの銀貨の名称。母なからの連想。2015年2月16日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。共有場所シ,システム、ヤシロ大グループオーナーズから、リビングプルーフの15として、総額1400万円で募集され。 過去に湘南パンドラなどを育成したノーザンファーム空港牧場の C-6 級車で育成された。美穂・小西和夫級車に入級。7月22日に福島競馬場の新馬戦でデビュー。一番人気に支持されるが出遅れが響き急着に敗れた。距離をマイルに伸ばした未勝利戦では最後にプリモシーンに競り落とされて日着と、 なったが、三着馬には五馬身の差をつけた。三戦目は、単勝1.3倍の断然人気に押され、二着に五馬身差をつける圧勝で、初勝利を挙げた。勝ち時計も1分33秒9と高水準だった。フェアリーステークスでは、未勝利戦で敗れた、プリモシンを抑えて一番人気に押されたが、最初のコーナーでタバと接触し、 ペースが落ち着いたところでまくられるなど流れに乗れず、6着に敗れた。事前のクイーンカップでは、積極的に先手を奪い、後続の追撃を封じて、重傷発生波を飾った。1000メートル追加57秒8という速いペースで、押し切る強い競馬、小西氏も、普通ならば手るペースでしょうと舌を巻いた。しかし、レース後に疲れが出たため、 大賀賞は回避することになった。NHK マイルカップは、ボバ相手ながら3番人気に押される。しかし、前走のような粘りは発揮できず、14着に沈んだ。約半年間の休養を経て、オーロカップで復帰したが、11着だった。明け4歳となった2019年は、東京新聞杯から始動したが、直線で失速して12着に終わった。休養を挟み、 谷川がクステークスで復帰して5着。自走のパラダイスステークスでは2番人気に押されたが10着と大敗を起死した。しかし11月に行われたオールカップで復活勝利を挙げた。その後休養に入ったが、2020年1月10日、放牧先の福島県、ノーザンファーム天営で、トレッドミルでの運動終了後に急に暴れ、機械に背中を強打し、起立不能となり、 頚椎骨折のため予後不良の診断で安楽死処分となった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。